2012年モデルのレクサス LFA が、米オークションサイトブリンガトレイラーでの出品が注目を集めました。2023年12月21日までの入札額は、172万000 00ドル約2億4200万円に達しましたが、最終的には落札価格に達せず、23日にオークションが終了しました。 この車はどのような特徴を持っているのでしょうか。レクサス LFA は2010年から2012年にかけて製造されたスーパーカーで、その技術的な進化と希少性から高い評価を受けています。新車価格は当時3750万円で、製造台数は500台と非常に限られています。このため、 オークションでの取引価格も高額になることが多いです。このモデルは 560PS の最大出力と 480NM の最大トルクを持つ4.8リッター V 型10気筒エンジンを搭載しており、6速のオートメーション C ケンシャルギアボックス ASG を通じて駆動されます。最高速度は時速 325km。 で、時速 100km 加速はわずか3.7秒という性能を誇ります。今回出品された車両は非常に貴重なニュルブルクリンクパッケージを持っています。このパッケージはアメリカ市場での販売台数がわずか25台とされています。このバージョンは固定仕切りやウイングや カナードスポイラーなどの空力パーツを装備し、マグネシウム炭造のホイールに変更され、車高も若干低く設定されています。この車両は新車時にマサチューセッツ州で納車され、その後フロリダとカリフォルニアで使用されました。ボディカラーは鮮やかなオレンジで内装は黒です。 走行距離は2050マイル約3 3 0 0キロメートルと比較的少ないです。2021年12月にバッテリーが交換されたという点も特徴ですが、運転席ドアや右後輪にいくつかの欠陥が確認されています。オークションでは合計21回の入札があり、 最終的には172万000ドル約2億4200万円までの価格がつきましたが、最低落札価格には達しなかったという結果となりました。